二宮中八、二宮中八、二宮中八、慶応二年六月九日、一八六十六年七月二十日、から一九三六年、昭和十一年四月八日は、明治時代の航空機研究者、伊予国和軍八幡浜浦矢野町、愛媛県八幡田浜市、矢野町出身、陸軍中軍中の一八八九年、飛行機を考案。 その翌年には、ゴム動力による模型飛行機を製作。軍用として、飛行機の実用化へつなげる申請を軍へ二度行うも、理解されず、以後は、独自に人間が乗れる実機の開発を目指したが、完成には至らなかった。なお、飛行機とは、十八本人の命名による。また、十八の死から十八年後の1五十四年、英国王立航空協会は、 自国の展示場へ中八の玉虫型飛行機の模型を展示し、彼のことをライト兄弟よりも先に飛行機の原理を発見した人物と紹介している。八幡浜の昇家の四南房として生まれる。父は構造、母は北。中八が出生した頃の家は冬であったが、間もなく事業に失敗し、また二人の兄による宝刀、さらに父構造が、 中十二歳の時に若くして亡くなり家は困窮した。中八は生計を得るため、町の雑貨店や印刷所の分鮮工、薬屋などで働く傍ら、物理学や科学の書物を夜遅くまで読みふけてた。また、収入の足しに学士を得るために自ら考案したタコを作って売り、このタコは中八タコと呼ばれて人気を博したという。この経験が、 後の飛行機作りの原型になったとも言われる。西絵に描かれた気球にも空への憧れをかきたてられ、気球をつけたタコを作ったこともあった。1887年、明治20年、18は徴兵され、香川県の丸亀府評第12連隊第1、大隊に入隊した。ある日、1889年11月のことという、18は、 野外演習の休憩で昼食をとっている時に滑空しているカスを見て羽ばたいていないのに気づく。そして翼で向かってくる風を受け止めることができれば空を飛べるのではないかと考えた固定翼の着想。それをもとに中八は模型飛行機を作成。これがいわゆるカラス型飛行機である。主翼は太陽で植え、帰り角を持ち。 翼腹は4 5トル、全長は3 5トル、機微に水平尾翼、機種に垂直安定板があった。また三輪を備えていた。推進力は、ゴム紐、陸軍病院勤務であった中八は長身機の、ゴム管を流用したで駆動される、推進式の四枚はプペラであった。百九十一年、明治十四年四月十九日、三メートルの自力滑走の後、 離陸して10メートルを飛行させて、日本初のプロペラ飛行実験を成功させた。翌日には、手投げ発進の後、約36メートルを飛行させた。2年後の明治26年、1893年10月には、有人飛行を前提にした飛行機、タマムシ型飛行機の縮小模型、翼服2メートルを作成。これは無尾翼の服用機で、下の翼、 上の翼に比べると小さいは可動であり、縦翼面として働く設計だった。カラス型と同様に四枚輪の推進式プロペラを機微に備えていたが、動力源については未解決であった。日清戦争時に衛星卒として赴いた中八は、戦場での飛行機の有効性について考え、友人のタモムシ型飛行機の開発を上司である参謀の長岡外資大佐と、 大島吉正旅団長に上申したが、却下された。長岡は戦時中であるという理由であった。また大島には戦地の病気で帰国し、戦争が終わった頃に訪ねてみたところ、本当に空を飛んだら聞いてもよいという返答が返ってた。当時は軍も観測気球が利用されていたが、飛行機の開発に乗り気ではないと感じた中八は退役し、 まずは、制作資金を作ってから独力で研究することにした。大日本製薬株式会社に入社し、業績を上げて1906年、明治39年に、支社長にまで昇進する。この時期は資金を賄えず、他に、スポンサーも現れなかったため飛行機の開発は、停滞した。この間、1903年、明治36年12月17日、 ついにライト兄弟が友人飛行に成功する。しかしこのニュースはすぐには日本には伝わらず、なおも中八は飛行機への情熱を持ち続けていた。支社長就任後ようやく資金的な目処も立ち、中八は研究を再開する。従軍当時に新聞記事でオートバイのガソリンエンジンを知り、これを動力に利用できないかと考えていた中八は、1908年、 明治41年に生米利用の2馬力のガソリンエンジンを購入した。しかし、これでは力不足であることが分かり、ついで12馬力のエンジン、偶然にもライト兄弟のフライヤー1と同じでを自作する構想を立てた。その矢先にライト兄弟の飛行機を知る。中八は動力源以外完成していた飛行機の開発を取りやめ、製薬の仕事に打ち込むとともに、 1909年、明治42年にマルニを創業。1919年、大正8年、同じ愛媛県出身の陸軍中将、当時、白川義則と懇談した際に、18は以前飛行機の上進をしたが却下されたことを告げ、白川が専門家に測ってみるとその内容は、技術的に正しいことが分かった。ようやく軍部は、18の研究を評価し、 大正11年、1922年、18を表彰。その後も数々の表彰を受けた。1925年、大正14年9月、足立健造停神大臣から、銀瓶一体を授与され、1926年、大正15年5月、帝国飛行協会総裁、国の宮国飛行から、有効賞を受賞。1927年、 昭和2年訓六等に除せられ、昭和12年度から国定教科書に掲載された。すでに陸軍を退役していた長岡外氏は直接中八の元を訪れ、謝罪した。中八は、その後、飛行機事故で死去した多くの人を弔うために、京都府八幡市に飛行神社を設立、自ら官主になっている。晩年は、畑山と申して、七音五字四句、和紙の形を、 ハたしと名付け、ハたし会を設け、ハたしを表した。当時欧米で、有人飛行を目指す流れは、の二つに大別され、ライト兄弟はこの両方の研究成果を受け継ぎつつ、校舎の道を選んだ。兄弟は3000回以上の滑空と風洞をはじめと、する科学的で綿密な実験結果に基づいて、操縦者の意思で飛行する、初の飛行機を製作した。一方、 十八の研究は91年、愛媛県岩田浜市において、実質の設計図をもとに、実物大の飛行機復元模型が製作され、有人動力飛行実験に成功したことで、飛行理論の正しさは証明さたものの、その研究の過程や計画が研究途上で明確な、位置づけがまだできず、海外の研究者の着目が少ない。日本では近年、 日本の航空機の父という評価が高まりつつあり、その先見性や独創性が一般に知られるに従って、メディアで取り上げられることも多くなった。ライト兄弟の初飛行に先立ち動力付き友人、飛行機を着想するも、金銭的事情で研究が進展せず友人飛行を断念したが、黎明期の先駆者としての功績と才能、様々な逸話、人格等。 世界的な発見や功績は挙げていないものの、日本航空機史上へなお刻むに足る人物として認知されつつある。一方で実際には、ゴム動力の模型飛行機はフランスで1871年に、すでに製作され飛行しているにもかかわらず、飛行機の真の発明者、世界で最初に模型飛行機を製作と報じると、中八の研究活動や航空士の流れを、 全く理解していない例も参見されたり、航空に関する年表も参照、情報や認識が錯綜している。また、18の作った航空機は人力航空機で動力航空機とはかけ離れておりか大評価されているとの意見もある。その活動について安定した評価は形成されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。